さん、今日は5億のイベントに参りました。みなに日本の美について話してもらいたいと思います。さて参りましょう。じゃあ自分の思うのは日本の美は何ですか？季節、パッて思い浮かぶのが桜。日本といえば桜が綺麗やし、やっぱ桜だと思います。海、確かにいいね。静けさがやっぱり日本には大切なのかなっていうのが。春夏秋冬って春夏秋冬が色が全部違うでしょ。四季、春夏秋冬がはっきりしてるんで、その時期に、まあ、見れるいろんなものがあるん で季節ごとにいろいろな行事があって、私なんかは子どもたちにその行事っていうのは季節の移り変わりをはっきりさせるのにとても大事なことだと思ってるんで、できるようにはしてるんですね、小さな時から。やっぱ日本人にしかない心ってあると思うんですね。文化であったりとか、それってやっぱ内面から出てきたりもするし、和食だったりとかの美につながるものがあったりとかするので、そういうことかなって私は思います。おじが着物の絵付けをやってるんですけど、季節の色とか柄とか生き物、蝶とかいろんな柄があるので、それも日本の美かなって思います。じゃあ日本の美を象徴するものであれば何でしょうか？花とか四季折々とかっていうのを、川の上一面に桜吹雪じゃないですけどっていうような好きっていうかイメージが出てきますね。やっぱり一番初めに浮かぶのは富士山なんです。山とか海とか湖が結構原点なんじゃないかなって思います。でも富士山って言ったらね、四季によって雪で降ってる時の富士山も綺麗やし、上の方は雪かかってて下の方はもう緑でっていう、そういう、まあ、四季折々の富士山もあるんで、気温とかによっても雲のかかり方とかでも見え方がまた違うんで、まあ、そういうところはやっぱり綺麗かなとは思いますけどね。桜ですかね。儚く春だけ咲いて儚く散るっていうのがやっぱり日本の一瞬の美しさだと思います。紅葉、葉っぱがオレンジになったり黄色になったりする紅葉がすごく綺麗ですね。四季もそうなんだけど、もうありとあらゆるものがやはり着物には一番入ってると思います。一瞬パッて浮かぶのが着物で、日本舞踊っていうものがあったので、私そういうことをやってたことが時期があったので、京都だったりすると舞妓さんだったりとか、そういうのがやっぱり、例えば私みたいな外国人にこれは日本の美ですと紹介するときにはどこに連れてきてくれるんですか？熊野古道に行ってきて、熊野山ちょっと登って上から見下ろす湖だったり山だったり、辛いけど上登ったら吹っ飛ぶぐらい綺麗なので、そこにぜひ連れてきたいと思います。金閣寺、京都かな、まあ、金閣寺も時期によって見え方も違うんで、そういう時期のお祭りとかもすごく綺麗なんで、うん、そういうところに案内できればと思います。私は栃木県出身なんですけど、世界遺産でもある日光東照宮に連れて行きたいなと思います、はい、やっぱりさっきもモデルさんたちとかを見て、また静けさとかがやっぱり日光の山奥にあるので、でも自然が豊かで静かでっていうのがやっぱり特徴だと思うので、やっぱそこに私も行ってみたいっていう部分もあるんですけど、京都案内してみたいっていうのはありますね。で、また舞妓さんとかもね、体験できるのでいい経験になるので、神戸もすごくいいところやと思います。夜景とかがすごく綺麗いろいろなところ日本を回るのが一番いいですね。春は桜とか秋は紅葉があるので、そういったところに行くのがいいかなって思います。日本見るところがいっぱいあるから、ちょっと海外行ってる暇がないぐらい、国内が見て歩きたいところが日本人でもたくさんあるくらい、すごくいいところがたくさんあるんで、あと温泉とかね、